こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。好きなものを食べ過ぎると大体嫌いになる。ああ、ある。甘党だった、俺もともと。韓国海苔とか結構食って吐いたことあるんやけど、今も好き。どうする、りっくん。余談なんですけど、りっくんってめちゃくちゃ海苔好きやった。じゃあせー。まあ。やめていい。まあ、皆さん好きな食べ物は何ですか？エビです。エビ。ああ、美味しい。シュリンプと寿司ですね。まあ、僕は唐揚げなんですけど、はい、何個まで食べれますか？それ無限です。じゃあエビフライは何本までいきますか？2万本何個食べれますか？2万本はない。さすがに2000。まあ俺唐揚げなんですけど、おお、何個だ。10は もう10話は食べれます。ほんといいよ。ってことでですね、今みんな共通して一緒だったことは、好きなものならいくらでも食べれる。あー、まあ、いくらでもいけるよ。そのノリでですよ。え、好きな飲み物あるでしょ。じゃあ何が好き、飲み物。みんな知ってると思う。まあそうですね。そうやな、いつも飲んでる。俺が一番好きな飲み物は、うん、コーヒー。あー、お前何が好きよ。俺牛乳。あー、ちょいちょい飲んでるね、牛乳。俺牛乳。まあ、俺はコーヒーもコーラも好きなんですけど、うん、実は炭酸水が好きなんです。意外。ミルキーさん、イメージは。味もちょっと分かるぐらい。すごい。ペリエはちょっと苦味なんか強いですね。ペリエね、ペリエ。だから自分の今好きなものだったらどれぐらい飲みます？4リットルぐらい多分。まあリッターで言ったら5はいけるわ。5リッター。俺もあのタワー10段分ぐらい飲めるんですよ。分かりづれえな。ってことで今回こちら買ってきました。はい、牛乳買ってきました。ジャスティンがね、一番好きなコーヒー。メイキーション。だからこちら。ああもう、ね、種類違えやん。種類変わったの。でもまだある。あ、3リッターまだありますね。原付が結構動くわ。動くよな。まあ言ったら俺もね、もうあります。それジャスティンがこれ。全部の違うやん。現場でも見ないんや。ほらほら、言ってしまえば炭酸が一番きついから。まあでもそれはあるわ、そのハンデはある。え、早飲みとかじゃないの？じゃあ2日かけて飲むのか。なんで俺が2日かけるんだ。4日かかるわこれ。ってことでね、飲めるとは思うんですけど、今回もうでっかいビニール袋用意しました。測るんよ、測るんよ。あのね、好きな飲み物吐くやつは人間のカス。1個いらしてくれ。俺今日寝れんやん。巨大液はめちゃくちゃ写真中飲みたい。骨ガチガチよ。ということでね、まあこれは少ないかなと思ったんですけど、まあとりあえずこれぐらい見て好きなものはいっぱい飲めるっていうのを証明していきたいなって思ってる。だから無限に飲めるでしょ。いっぱいじゃないでしょ。だから普通に今飲みたいからもうすぐ。好きなものなら無限に飲めるよ。ってことでじゃあみんなで乾杯していこうか。よし、じゃあ開けるね。うわ、いいよ。おいいね。お前なんでちっちゃいの選び音。はマジそれないわ。いっぱい目は何。もうこれ、もうこれって何。お前好きなんやろ。好きよ。好きなんやろ。好き。これマジで一番うまいもんね。一番うまい。いっぱい飲んでいきましょう。イエーイ、乾杯。英語で言うとチーズ。じゃあリックンから行こう。全部うまいね。あー、じゃあ全部行って。無限に飲めるでしょ。ウィルキンソン日本の会社ジャパニーズドリームイズファイプ日本の夢すごいよな。好きなものなら無限に飲める。今ちょっと溺れてたよ。そりゃそうやろ。一気に飲むことない炭酸水。あー、フレンチとかだね。うん、はい、飲める。好きなんだ。ウィルキンソンは日本の会社やから。あの、営業後やから一応ね。おー、なんか美味しそう。美味しそう。飲みたくなる。 CM 見た。おい、うまいわ。炭酸の良さってこの込み上げてくるのもすごい。あ、じゃあもう今うまいんだ。うまい。楽勝も一本目は全然余裕。じゃあ次は俺行くわ。あ、いやいや、俺行くよ全部。いやいやいや。あ、おお。でも牛乳ってさ、サラサラ入ってくる。じゃん。首鳥肌立ってる。首鳥肌。あいや、あいや。いや、待って。寝起き。おお、すごい。あ、900も飲める一気に。そう、すげえ。確かに。これは本当にすごい。まあ俺牛乳好きやな。あ、全然。人な。だから俺は牛乳は全然。怖いな。まだもうこれ一本目。おお。まあ500と900結構飲んだね。で俺も。それ何？500。500。ブラック好きやから。あ、グッといっとこうか。いただきますね、本当に。ちゃんとカメラにね、映るように飲んでね。コーヒー楽そうだよね。どうした？軽い風で。早い。嘘でしょ。一番楽じゃない？お前が。もうちょいこれぐらいでちょうど。どうした？
それも言っとこう。いや、俺はあ、ちょっとやめてそれやめて、それやめて、それなし、ほんとにタクシーか、はい、待てよマジか、美味しいよね、ブラックってね。やっぱさっきね、今日営業前、営業の時にいっぱい飲みましたからね、うん、うんうん、おー、そうそう、これで今一緒ぐらいですね、みんな、うん、どうですか、やっぱ美味しいものをいっぱい飲めるっていうのは。二人とも汚いね、口周り。どうしたどうしたどうしたんだって。大丈夫、ちょっと早めに、ちょっと先進めんの。次リック、次リック。え、俺からでいいんですか。次一緒に行かなくていい。一緒に行かなくていい。持った方がいいんじゃないの。はい、乾杯。はい、飲むな。ごめん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 。旦那、旦那。やばいやばい、どうした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 、ちょっと待って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 、ダイキの箱で、はい、ダイキが一番上。俺じゃないよ。白い。何仕事？盛り上がってたけど二人で。いやいや、だって一番最初入ったよな。いやいや、吹き出しただけよ、大輝。いや、お前らみたいなプロ根性足りてないわ。もう一本行け。ごめん、これもう一本もう一本。お前らね、プロ根性足りてないんだ。いやいや、最近し規約知ってるか、 YouTube の。何？厳しいもん、ね、ゲロ禁止。ああ、いや無理や。俺もとりあえず残り行くわ。ここら辺まであるけど無理やろ。俺もこんだけあるんや、やばいぜ。とりあえずね、とりあえず行こうか。そうね、全部飲まんと帰れんけん、今日はね。オッケー、さあ、大気箱だよ。よしよし、そうや、プロ根性。もうやめろ、その顔。おっそ、おっそ。よし、行こう、お前。お手やめて、お手やめて。まだあと1本あるからね。さあ、3問目です、いきます。どうした、好きなんやな、好きなんやな。好き好き。ああ、今、かろうじて耐えてるんです、ここに。どうしました、あの、俺のくっさっじゃあ、俺、今さいや、あのね、好きな食べ物、飲み物、適度がいいよ、絶対。それ、うん、適度がいい。まあ俺は吐いたけど、ノリで吐いただけで。え、でも俺も、俺も、俺も、あ、ほんと。え、なんか吐かんといける。あ、でも俺ちょっとゲロ欲しいかも。あ、じゃあさ、一回コーヒー牛乳。そう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 。で、大輝のゲロ入ってるかもしれないから、大丈夫か。いや、うまいね。うまいな。ああ、うん、え、でもぶっちゃけさ、うんうん、絶対コーヒーのがきついよ。そりゃそうよ。え、絶対コーヒー、牛乳が一番楽だと。あ、牛乳は楽だと。いや、一番量多いから。でもあ、量はね。いやいや、でも美味しいやん。これ飲んでみ。無、全然入ってこない。無や、何も入らない。飲んでみ。いや、本当に無や。
俺だって今牛乳飲んでめっちゃうまかったの。あ、本当についんだ味ありすぎても。どうもこれ、もういい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 、もう吐いたやつはもう見たやろ。俺いろんな色出るこれの。なはい、じゃあ飲んでみ、半分ぐらい。マジっすか。じゃあ飲んでみ。マジっすか。どうしたお前その顔。じゃあ飲んでみ。ああ、いやもうどっちみちもう規約違反やから。ああ、じゃ飲むよ俺。何か飲み、なんで飲むか知らんけど、うん、半分ぐらい来た。はい、ということでですね、まあ好きなものは、はい、いくらでも飲めるということでね。違う違う違う、飲めます。また動画明日も出しますよ。じゃあね。違う違う違う、適度が一番ちょうどいい。はい、お前飲んでみ、半分。喉焼けるか思う。多そう、見て見て、多そう。赤いよ。こんだけ、こんだけで力の炭酸、こんだけでヤハオって出た。くそ、牛乳さ、俺のズボン。お前ふざけんなよお前。ニョッテミング、お前の牛乳がかかっとんって足に。バリきつくない炭酸水。きついな、俺入らんやろ。言ってるやん、だから。おお、いったいったいった、おいったぞ、いってるいってるいってる。そう、一回戻して。どうした、吐きながら飲みようか。